投げなんですけど、両手取りで小指投げ、この状態でも前取り上げてそのまま前取り投げるか、もしここでバッといった時に手つなぎみたいな状態になってで踏まられたら、逆にこちらになる、こちらで抜けれる。で、踏ん張られたら、その踏ん張られたのを戻しながら、ちょっとやってみましょう。はい、呼吸投げの変形です。前と後ろ両方いけれる。はい、本当にね、あれあれ入り身でスッと入っちゃ う, あ、そうだ、ほら。で、こちらで持たせたまま乗ってほしい。手が離れないっていう感覚を養ってほしい。あ、手離されちゃったってなると、もうこっち離れたらもうしゃあないから取ってこっちで投げるかいうことになるけども、持たれた状態で、あ、じゃあ、あれどうして手離れるんだろうなっていうのをやってほしい。難しいけどな。もう一つ、はい、ちょっと難しいんだけど、どうしようかな、もういいかな。呼吸力バッと上がって、この状態から自分のお腹ポンとくっつけて、そのままこちらに腰切るだけの状態で投げるような、こちら、これも呼吸投げなんですけど、これもっとすごくなってくると、ぶつかってこられた時にバーンとこのまますれ違いざまにダーンとこられたら、そのバーンと投げれちゃう、こういう技なんだけど、それやるためにはお腹ひっつけてくの。で、この状態から腰だけ切ってくる。腰で投げるってことを意識してほしい。で、本来は腰だけでなかなか投げれないから、ごめんな、さっきちょっと脇入れていい？はい。こう入って、ここ脇入れてってからこちらに投げる。腰だけで投げれんかったら、一つ入れれば、入れたこの状態で腰、この状態で投げる。もうちょっとやってみて、あんまりこんな稽古しないで